皆さんこんにちは、葵です。はい、おはようございます。今日はですね、マネージャーさんがお家に来てくれました。お邪魔してます。はい、で、もう見ての通り、私は昨日撮影がちょっと忙しくてですね、顔がちょっと疲れ気味なんですけれど、お家なのでお気になさらず、ちょっとメイクは血色感出すためにしました。もうシェリーはご覧の通り、はい、もうさやさんと遊んでもらって嬉しいみたいな、もう大興奮みたいな感じで尻尾めっちゃ振ってます。今日はおうち Vlog 撮っていくんですけど、もうすぐハロウィンなので、ちょっとハロウィンのお菓子作ったりしようかな的な感じです。まあ、あまり考えてないんですけど、ちょっとその材料を用意したので、そういうのをやったりとか、まあ、お昼食べたりとか、お家で過ごす様子をゆるく動画撮っていきます。はい、はい、シェリーだ。何その顔ね、シェリーシェリー、姉ちゃんこれちょうだいよ、ちょうだい。あっち向いた。絶対あげへんからこの人、ほんまに。で、今日は、お昼は楽しようということで、ウーバーイーツをしました。で、ハンバーグが食べたかったので、2人ともハンバーグを頼んだので、今からそれが先届いたので食べていきたいと思います。じゃあハロウィン意識してオレンジの服とか着た。あ、ほんとだ。白パン、おそろ。そう。に、白、楽です。かわいい。じゃあ、とりあえずお昼食べていきたいと思います。はーい。さやさんはおろしハンバーグ。私はガーリックのなんか柚子胡椒のハンバーグ。と、コーンスープはお家で、粉のやつ。粉のやつ。溶かすやつです。いただきます。いただきます。ハンバーグ。大丈夫、濃さ。うん、おいしい。うん、今日はこの後、シュークリームを作るキットがあって、それをちょっとハロウィンっぽくしようかなみたいな、そういうお力を借ります。でもシェリーは用意したので、何のコスプレをするでしょうか、お楽しみに。うん、かわいいよ。ちょっとフライングで着せてみたらかわいかった。じゃあですね、今年のシェリーの、ハロウィンをお披露目したいと思います。皆さん可愛いので、ご注意を。ではねーらーいよー。上がり方めっちゃ可愛い。シェリーちゃん、もう眠くなってる。これ着るとほんまに、ね、なんかね、眠いみたい。めっちゃ可愛いな、このシェリーの結構茶色なので、茶色っぽいやつを探して、こう後ろ姿を見て、可愛い、誰か分からへん。可愛い、ほら、シェリーちゃんです。ライオンになりました。ちょっとなんか体大き、大きくなかったんやけどさ、なんか頭の部分が、なんか顔ちっちゃいから、シェリーが、大きかったんですよね。こんな感じで、なんか散歩できるようにここのリードの部分もついてます。あ、かわいい。もう これ着ると固まります。はい、ちょっと大きいから、はい、邪魔ですね。はい、どうぞ。はい、去られました。去られました。ということで、今年の、シェリーのハロウィンはライオンでした。あ、かわいい。じゃあ、私はですね、今からシュークリーム作りをしたいと思います。と言っても、とっても簡単なやつなので、ちょっと持ってきます。はい、持ってきました。こちら開けると、じゃーん、こんな感じです。すごくない、これ。すごい、全部入ってる。そう、これはね、パフズっていうところの、カスタードとかもセットになっているシュークリームキットになります。へー、ちょっといただいたので、これをちょっと使おうと思います。で、こんな感じで、で、すごくない。すごい。もうこれ、今日の差し入れでみたいな。どうぞ。食べたら中身ないみたいな。っていうぐらい、このままシュークリームみたい。うん、しかもクッキーシュー。そう、クッキーシューかな。なんかね、もうザクザクで、もうめちゃうまいね。これ、お店は、アイスクリームなんですよ。たまらんのよ、それが。美味しそう。そう、私はアイスのやつを食べたことがあるんですけど、うんうん、普通に、まあね、これカットして、ちょっと欲張っちゃう人は、このクリーム、ホイップもついてるから、それ入れてアイスとか入れてもいいし、お家やったら好きにアレンジできるので、なんかね、作り方のところにね、こんな感じで、フルーツとか、おー、こういう風に乗せてたのよ。で、私じゃね、もう
もうすぐハロウィンということでなんかパンプキンのやつにするとか言ってたんですけど失敗しそうな確率もありましたのでフルーツとかを買ったりとかチョコペンを買ったのでなんかそれなりにはいやっていこうかなと思います気持ちだけね。そう、今年のハロウィンは気持ちのハロウィンやだからお花とかもちょっとハロウィン仕様に、はい、オレンジで洋服もオレンジにしてシェリちゃんだけはコスプレしたんですけど去年なんかあんまりちょっとコスプレの反応が良くなくてもう今年ええかなと思いましてっていう心の声なんでこれでちょっと気分だけでもハロウィン味わおうかなと思います。イエーイ。クリームにバニラビーンズ入ってない？いや、めっちゃ入ってない、ね、これ見えるんかな？見えるんかな？どう？バニラビーンズ具合わかる？もうバニラビーンズのアイスが一番好き。バニラアイス、わかる、ね、うん、まあ、ミルクのアイスも美味しいんですけど私はバニラビーンズが入ってる方が好きだなみたいな、うん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 、これはまずこれさっき解凍してたのでもうできてます、うんうん、なんか事前に1時間から2時間ぐらいは解凍、冷蔵庫で解凍した方がいいのでこれは冷凍で届くので、うん、冷蔵で解凍します。はい、で、シュー、これねもうこんなサクサクな感じでできてるんですけどこれをもう一回オーブンとかオーブンレンジで温め直してあげるとお店で食べたサクサクみたいな感じになるみたいなのでちょっとやりたいと思います。ちょっと今からとりあえずオーブンで焼いてこようかな。で、ここでちょっとこういう感じでやろうかなと思います。楽しみ。え、美味しそう。食後のデザートは別腹ですから。こんな感じでシューが焼けました。ちょっと焦げちゃいました。あ、気にせずで、飾り付けにナッツとかこれなんかちょっと後で振ろうかなみたいな粉砂糖、うんうん、で、これは今湯煎してます、うんうん、チョコペン、チョコペンで、フルーツ、うん、で、ジャムとかを乗せてもね、いいって書いてあったのでマーマレードと、うん、ブルーベリージャムを用意しました。はい、じゃあちょっとこれを切って、こちらの、クリームを入れていきたいと思います。うんうん、さて、うまくいくのでしょうか。ちょっと上の方がちっちゃく、うん、そうしよう。うわ、怖っ。おお、上手。ほんま、うん、かぶせたらこうですよね。はい。むずい。どれ、今じゃあ、うん、全部切ればいいか。うん、最初の方が良くない絶対。良くない。できるは多い。うん、いけるいける。うわ、でも結構勢いが大事かも。躊躇しない。あー、いけたいけた。お、上手上手。ほら、うん、これさ、中からクリーム入れるバージョンも使う、うん、作る、上に乗っけるバージョン。ああ、そうするね。じゃあこれとこれだけにしようかな。うん、これさ、上になんか乗せたいじゃん、うん、ねえ、これすっごいいい香りしてる。めっちゃいい匂いする。じゃあこれを絞っていく。これまずこれね。はい、ペーン。一回ノープランでいいかな。ノープランでいこう。ちょっといく、いくよ、こういうの、うん、勢いが大事やから。勢いが大事、きっと外側から行くタイプですね。あ、内側タイプもあるか。分からん。ほらー、ほらほらー。ちょっとこれみんな見てー。みんな見てー、見てー、これほらほらほら。ちょっと今一発目にしてはまあまあいけたんじゃない。いいいい、これに、うん、もうかぶせるやん、うん、こう、うわ、うわ、おされ、お、ほら、もうこれでええんちゃうの言うて、うん、まだ話変わる。で、チョコペンやな。で、チョコペンはどういう想定をなさってらっしゃるんでしょうか。はい、なんかここに、うん、なんか目、うん、おー、なるほど。綺麗にできたのになんか失敗行為してるような気がするけど大丈夫そうかな、これ。ほら、ほら、なんか粘着出て、この目つけたけどさ、絶対にいらなかった説。だってさ、口ってこうよね。
やばいやばいやばい。やばい。あ、なんかでもちょっと可愛い。バットマンみたいな。なんかちょっとブサイクやって、これ絶対さ、ああ、いらない説や。これ、顔やで。ハロウィンの顔やで。やばかったやった。この角度で見る方が一番マシ、ほら。はい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 。ほら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 。ハロウィンの顔や。完成しました。はい、こんな感じで、ハロウィンのお化けたちシリーズ、わー、愉快な仲間たち、愉快な仲間たちと、こちらは映えの方のシュークリームです。で、寒いのでカフェラテを作りました。これは珍しくホットです。はい、私もホットコーヒーいただいてます。安定です。いつもです。じゃあちょっと食べたいと思います。具の方はこんなにいらない。1個ずつでよかったです。デザートでも甘かった、つまみ食いしたね、美味しかった。これどれ食べたいですか？どの顔を食べたい？どうぞ。いいよ、顔からいこう。顔のシリーズからいこう。じゃあ私、この自分のこの、あ、青一発のやついこうかな。うんうん、青いはこれにしろ。このどうしてこの口になったシリーズ、シリーズお化け、いただきます。サクサクやで、絶対。やった。おお、うん、いい音。うん、美味しい。うん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 な、うん、冷凍とは思え。うん、確かに、ね、うん、美味しいよ。冷凍のやつってさ、もっとしなってなるかなと思うけど、パリパリ、うん、うんうん、なんかバレンタインの時もいいと思うし、クリスマスにちょっとなんかお家でやろうかなみたいな時とかにもいいと思う。確かに。うん、食べよう。ちょっとケーキみたいに感じる、フルーツ。確かに。うん、あ、上からってそういうことね。これ食べやすそう。確かに。うんうん、同じやけどちょっと違う、やっぱね、うん、変わるよね、雰囲気。もしこれ上乗っけよう。いいよ、します。うん、美味しい。でもでっかい。私はやはり、あ、だだだ、美味しいんだけどさ、あのね、甘いの食べた後は絶対しょっぱいのがちょっと必要になるので持ってきました。この味方は完全にしょっぱい派の国の人でして、はい、あ、別にあの、そう、シュークリームとか別に食べれんねんけど、うん、うんうん、普通に好きやけど、そうそうそう、ちょっと上書き保存が必要なタイプなんで最後甘いで終われないタイプなんで。そうよ、これで最近のおすすめはこれ、はい、リアル自宅にあるラインナップ食べてます。匂いもね、めっちゃ唐辛子。おお、いいね。でしょ。うん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 。止まらへんねん。言うていい、止まらへんねん、みんな。うん、注意よ、マジで。鏡を見ています。でも、眠いです。鼻だけピクピクします。よし。何でだいね。おいしい。ライオンみたい。ミニライオン。ミニライオン。おねむはい、ということで、今日はですね、おうち Vlog を撮ってみました。はい、で、今年は、うん、まあ、いやと思いまして、シェリーちゃんだけこの可愛いライオンの着ぐるみを着て、これはね、あの、ハロウィン以外でも冬だと、すごい、お家の中とかでも、お散歩の時とかでも、あったかくて、うんうん、ちょっと寒がりなワンちゃんとかには、こういうのがおすすめなので、ぜひ、あの、うん、楽天とかで見てみてください。楽天でポチしました。はい。はい、で、あの、まあ、気分はハロウィンということで、今日はちょっとお菓子作りをしてみたんですけど、うん、あの、発想によって違うものができると思うので、皆さんも気になった方は真似してみてください。ちょっと私は、あの、カルディの企画とか、お菓子何企画みたいなやりたいな。多分、しょっぱめがメインやな。
あのお菓子を見て絶対そういうのが好きやったらこれ好きでしょみたいなお菓子があったら教えてほしいな。あ、確かにね、うんうん、あの多分私みたいなやつが好きな方は多分分かるから、うん、こういうのが好きやと思うみたいなのが、うんうんうん、しょっぱくて味濃いっていうのあの歯ごたえあるやつがいいカリカリかぶやつがいいです。固めが好きですちょっとコメントお待ちしております、はい、ということで今日はこの辺で動画終わりたいと思います。またさやさんにお家来てもらっておうち Vlog 撮りますね、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。